ああ、なるほど。金払わなきゃいけねえんだ。まあ別にいいや。まもなく。いた！占い師来たー！確認してください。占い師来た、占い師来た。よし、くそ。占い師来た。夜が来ました。はい。目を閉じてください。目閉じねえよ。占い師は目を開けてください。はい、検証。占い師は見る相手を選んでください。ほれほれ、ほらお選べ。村人、OK。4番村人だ。よし、行くぞ。昨夜死んだのは。危ねえ。なんでそこダメ、そこダメ。そこダメだよ。4番のフレームは。お前白だよ。発言してください。お前白だよ。出身者ですが、よろしくお願い、あ、違う、レイピエ。なんか言え。ボソ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 。気まずい、この空気。ないなら消せ。よし。5番のプレイヤーは、はい。なるほどね。とんでもないことが起きてしまいました、皆さん。どうも、はじめまして。田母神敏夫と申します。僕は、言います。僕は占い師です。4番さん、占いました。4番さん、村人でした。残念ですね。こんなにも、一見僕のこと怪しく、皆さん見てると思いますが、4番さんを占ってしまったんですよ。そして、以上です。おい、これ難しくねえか。だって4番占ったら嘘じゃねえもん。なあ。嘘じゃねえじゃねえかよ、俺。1番のプレイヤーは発言してください。あ、おはようございます。まあ、私、占い師なんですけども、6番さんを占った結果、白でした。まあ、あとは皆さんは、僕は、なんだこいつ。なるだけなんで、声が溶け。まあ、頑張りましょう。声が溶けてる。2番のプレイヤーは発言してください。未来人狼だな。発言してください。占い師が2人非常に珍しいですね。珍しくねえだろ。なんでお前リーダーやれ。負けないですかね。喋ったら身長欲しいんですよ。可愛いこいつ。まあ喋ってない6番さんのするかっていうのは自分の考えです。おいいじゃん。3番のプレイヤーは発言してください。占い対抗で出てるので、5番さんの占いは、4番で、死んでる2人なので、僕としては、可能性的に考えて6番か1番行くべきなのかな。そう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 、よくわかった。よくわかったな。5番のプレイヤーは、はい。そうですね。やっぱ3番さんはよく人狼わかってるなって僕思いましたね。やはり、ここ僕偽物だとしたら、死んでいる4番に白出しするリスクってあると思うんですよ。これ僕事実として4番さん占っていて、まあ僕ちょっと皆さん自慢になっちゃうんですけど、僕東京大学行ってるんですけど、まあその、東京大学生的な。6番のプレイヤーは、発言してください。悪いキャラがブレた。うわー、キャラがブレたの。キャラがブレた。マジさ。1番悪い、みんなキャラがブレた。途中でキャラがブレた。くっそ、嵐じゃねえよ。くっそ、キャラがブレた。ちょっとでも優位に立たなきゃって思っちゃった。どちらかを通じ、今途中まで良かっただろ。今ここにいるのは5人なんで、突然と、これ同数にならないんで、どっちかが消えるっていう感じですね。ラジじゃねえだろ。なんで俺は今占い師として当たり前のことやってないか。ゆうぞさん、占い師として残っていれば、まあ一番三角、一番か。正しくねえか。まあ、
2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。1番さんが言いたいのは、よし、ちょっと待って、冷静に行くぞ、冷静に行くぞ。ちょっとお願いします。で、おばさんの占い師は、あまり信用を。東京大学。違う、それは忘れてくれよ、それは忘れてくれよ。キャラがしくじった、キャラがブレたんだよ。キャラがブレた、学歴関係ないです。ミニから言って5番さんと1番さんだったら5番さん釣りたいって感じでいいのでしょうか。やべ、接続が切れた、最悪。なんか俺逃げちゃった。なんで接続が切れちゃった。何これ、接続が切れちゃった、最悪。入り直せねえ。うわ、今のところ俺ちょっと行きたかったのに。ちょ、ラスト。朝が来ました。来た。戻ってきた。バカルディも。5番のプレイヤーは、先ほどは嘘を言ってしまって、本当すいませんでした。関係ないことを言ってしまって申し訳ありませんでした。やっぱりこうなってくると、なかなか難しいことになってきたなっていう事実は、まあ、否めないというか、ただ一個皆さんに謝罪しなきゃいけないことがありまして、回線が落ちて占いができなかったんですよ。これ嘘じゃないんです。これ嘘じゃないんです、皆さん。本当に信じてください。僕が今回線切れてたの見てましたよね。タイミング悪く。嘘じゃないです。もしも僕が偽占い師だとしたら、こんなことってありえますか？ありえないですよね。あ、占いまだなのかな、これ。まあ、とにかく、僕の今までの言動から見て、本当に占い師の、あ、まだ初日なんですね。すいません。で、これから僕は、3番さんを占おうと思います。僕3番さん白だと思ってるんで、3番さん占いますわ。6番のプレイヤーは発言してください。投票してる。やべえ、俺なんでだよ、一言も発言してない。こいつからするべきだろ。夜が来ました。来た。目を閉じてください。占い師は目を開けてください。占い師は目を開けてください。村人だ。1だな、怪しいのは。6番だったかな。でもパンダになってもさ、信憑性がなくない？そりゃそっちって言うだろうって。朝が来ました。あ、来た。誰も食われてない。よし、昨夜死んだの。3番ゲーム終了、人狼の勝ちです。やっぱり、まあ、このような結果になってしまったのはすごい残念だけど、俺お前らと人狼できたこと誇りに思う。ありがとう。つまり、もう一回やらせてくれ。もう一回やらせてくれ。悪い。これもう一回やらせてくれ。リベンジさせてくれ。おい、早く実力10になってくれ。俺の今の実力ってどこで見れんだよ。